はい、今コロンビア大学のビジネススクールにこれから行きたいと思います。行けるところまで、行けるところってまあ入り口ぐらいまで、今ちょうどですね、コロンビア大学の入り口に来てるので、今日は結構人が多めなので、ぜひですね、皆さんも、コロンビア大学の生徒になった気分でコロンビア大学のビジネススクールに行くまでの道のりをお楽しみいただければと思います。ちょっと手持ちで iPhone 持ってるんで多少揺れるのはすいません。今日はすごくいい天気ですね。で、今日水曜日なのでもう授業があって、今ちょうどお昼時なので、学生もたくさん出てきてる感じでございます。でコロンビア大学こんな感じで、まあなんか優秀そうな人が多いですねっていう感じで、これを、ここがまあメインのところですね。こんな感じですか。で寮とかがこっちにあったりもします。すごくニューヨークのちょっとセントラルパークの横にあって、本当に素晴らしい場所で、ニューヨークのミッドタウンとかダウンタウンにはもう電車で20分で行けちゃうんで、すごい立地的には最高ですね。はい、ここがメイン。ちょっとこけないように上がっていきたいと思います。ビジネススクールはこの奥になりますね。なので、でこれ学部も大学院もこの敷地内にビルごとに分けられているので、まあ多分そのどこかの学部とかそのビジネススクールとか、先ほど教育大学院の動画出しましたけど、まあ自分の行くところが決まってしまえば、まあひたすら毎日そこに行くことにはなると思います。で上がってこんな感じです。まあ本当かっこいいですよね。いつもかっこいいなって思います。まあ僕が大学からこういうコロンビアの存在を知ってれば、まあ僕は大学は慶応でしたけど、その時に海外に行くみたいな発想はなかったんで、それ知ってれば絶対行ったなと思うんで、今は多分高校生とか中学生とか、まああんまり見てないと思いますけど、アルファの YouTube は見てる人とか親御さんとかですね、いろいろ、まあ資金的には借りれたりもしますけど、もしチャンスがあるんだったらこういうところで大学でねコロンビア来たりすると、本当に全く違う人生になるなとは思いますね。はい、でこの右側のこの大きな建物がビジネススクールになります。すごいですよね、このど真ん中のこう威風堂々とした。でこの奥にはコンピュータサイエンスのビルとかがあって、コロンビアのコンピュータサイエンスとかデータアナリシスもすごく強い学校なんで、そういうのね興味ある人も多いと思うんでね、そこに実際受かって受からせて、そのまま Facebook とか Google に入った日本人も知ってますし、そういう人も活躍しているので、いろんな可能性がねこういうところから広がってきますね。でここがドーンビジネススクールです。このなんかモニュメントもかっこいいですね。はい、ちょっと
まあ多分イメージだけ。あんまり喋ってるとなんか怒られそうなんで、さりげなく食堂ぐらいまで行きたいと思います。で、今日キャンパスビジットなんで食堂でビジットする人が待ってるということです。はい、ここがビジネスクールです。ちょっと入ってみたいと思います。よいしょ。こんな感じですかね。コロンビアビジネススクールで、ここにクラスビジットチェックインっていうのが書いてあって、あのキャンパスビジットに来る人はこういうところで、まあ、1時55分からですね、はい、こういうのに参加してくると。やっぱりコロンビアはファイナンス強いんで、こういう CNBC のテレビとかモニターがあったり、うん、こんな感じですか。いや、なんか皆さん賢そうでさすがですね。雰囲気がいいんですよね、やっぱり人のシャープでね、かといって嫌味がなくて。まあ、この上がそのプラスとかになってますね。で、これの奥が食堂です。食堂まで行って終わりにしましょうか。ということで、まあ、お昼間だったので非常に多くの人が来てますね。はい、ということでコロンビアビジネススクールの、まあ、なんかあのコロンビア大学からコロンビアビジネススクールに来る、まあ、道を大体イメージできたと思いますので、まあ、コロンビア大学学部もそうですし、大学院もそうですし、 MBA も挑戦したい人はですね、ぜひぜひ本当に来ていただきたいなと思っている学校の一つです。はい、ということで興味ある人はですね、いつでもアルファの、ホームページから無料相談していただければ、親御さんでもお子様でも、もちろん社会人の方でも、大学の方の編入とかですね、大学院の入学とかでも来れますので、ぜひ挑戦していただければと思います。よろしくお願いします。